こんにちは。リビカルサポーターのミキティこと水島美希です。今日は書道の広積佳学先生とお電話をつないでお話しさせていただきます。先生、よろしくお願いします。はい、広積です。こんにちは、よろしくお願いします。こちらこそ。はい、今日は楽しく学ぶ書道漢字仮名現代書ということで、また書道のお話を聞かせてください。はい、はい、まず、講座のお日にちのご紹介だけさせていただきますね。はい、はい、通常コースの方ですけれども、第2、第4木曜日10時から12時ですねの2時間。はい、はい、で、ワンクールが6回ということでよろしいでしょうか。はい、6回です。で、来年は1月の13日からスタートの6回になりますね。はい、はい、この6回っていうのは途中から入ることはできるんでしょうか。それもいつでもいいです。途中からでも、途中からでも6回でワンクールだったらば大丈夫ということですね。はい、はい、それでは早速なんですけど、先生のお教室の特徴について、どんなお教室なのかお話ししていただいてよろしいでしょうか。そうですね、書道というと漢字とか仮名とか、はい、いろいろありますけれど、はい、ご希望によって漢字でもいいし仮名でもいいし、はい、それとも漢字仮名混じり文つって現代の文章を書くのもいいです。あ、そうなんですね。じゃあコースとしてはその3つのコースの中から選んで自分が勉強できるっていうような形ですか。あ、そうですね。あ、そうなんですね。で、先生、案内の方にね、気になる、はい、言葉がところどころ出ていたので、お話を聞きたいんですけども、筆と遊びながら美しく書く秘密を発見しましょうってありますけれども、これはどういうようなことなんでしょう。それはですね、文字っていうのはどうしてもね、外形を気にしちゃうんですけどね、やっぱ文字の中の白、はい、白が美しく見えるように書くと文字が美しくなりますけどね。例えば、はい、田中さんっていう名字だとすると、田んぼの田で、はい、中に視線が等間隔にね、はい、偏らないでいびつに書くと汚く見えちゃうもんですから、点画、綺麗に書いていくんですね。そうですね、丁寧に点画がくっつかないように書くと文字の中の白が明るく綺麗に見えますけど。あ、そういうことなんですね。白っていうのは空いてるスペースがっていうとこですね。そうですね、それが綺麗なバランスで書けると文字は綺麗に見えるよっていうことですね。はい、なのであれなんですね、縦とか横線、止め、跳ねなどのパーツを組み立てながら文字はできてるっていうようなことを案内の方に書いてあるわけですね。あ、そうですね、はい、はい、そうなんですね。あとですね、日常生活にも活躍することができるって書いてありますが、これはどんな意味なんでしょうか。例えば自分の名前はっていうのは一生市役所とか、はい、お医者さんのところで受付で名前書いたりしますよね。うん、そうですよね。そういう時もやはり例えば横画を均等に書くとか、はい、点画がくっつかないように書けば自然と綺麗に見えるようになりますけれど、はい、なんか字を書くと、あ、よくこれは誰々の字だって分かるような字があるじゃないですか。癖がある字というか、はいはい、そういったような癖みたいなものも先生の教室で直すことは可能ですか。ね、そうですね、やっぱそれも例えば羽なんか妙に天まで届くようにポーンってね、はい、書くような人もいるけど、はい、やっぱごく自然に書けばそういうのは治りますから、はい、あ、そうなんですね。私もなんか気づくと、これあなたの字だよねなんて言われちゃうので、きっと癖があるんだなと思うんですけれどもねそんな癖も治りそう。腕の圧力、抑える圧力とかスピードによって、はいはい、やっぱ文字が
違ってきますからね。あ、そうなんですね。あと先生、もう一つもう一つすっごく気になったフレーズがあるんですけどね。あ、そうですか何かというと、芸術として書道を学ぶこともできますとあります。これはどんな意味なんでしょうか。それはですね、例えば、はい、墨っていうのは濃いとか薄いとかって、はい、黒い色でなくて 7色あるって言われてるようにね、薄めたりするともっともっと綺麗な墨も出ますからね。あ、じゃあその濃淡で7色を出せるってことなんですね。そうですね、はい。へー、あ、そういえば水墨画とかは全部墨で描いてるけれども、濃淡で絵がしっかりと分かりますもんね。それとあの太さとかスピードとかってね、はい、線にはあの遅く描いた線とか早く描いた線によってとか、はい、筆を傾けた線とかでやっぱり表情が出ますよね。だからそういう使い方すれば自分のなんか思いとかっていうのがこう強調されて出るんじゃないでしょうかね。これもじゃあ学んでいけるけども、どのくらい経ったらこういうような芸術的な字って書けるようになるんですか。ですから、例えば作品的にね、はい、1枚だけ書くだったらそれこそ、うん、1時間や初めての1時間人でも、そうですね、講座のその日に帰っても帰りはニコニコして帰っていくようになればできますけどね。すごい、そうなんですね、はい、自分で書くようになるって言うとやっぱ結構、ああ、やっぱ指導があってこそ そうですね、できるっていう、自分で考えてできるようになるにはやっぱり訓練が、やっぱ最低やっぱ1年ぐらいは我慢してもらえれば我慢してもらえればはい、先生のところで習えばそういうふうに腕が上がっていくっていうことですね。そうですね、だから先生の資格取るにはやっぱ8年か7年、うん、7年かかるんですね。かかりますよね。そうですよね。もう字って難しいですもんね、結構。はい、はい、あと先生、1日講座というのがあるんですね。はい、はい、冬休みの宿題対策書き初めって書いてあります。はい、はい、でお日にちの紹介させていただきますね。はい、12月の24日の金曜日、講師が先生のお弟子さんの前島さとみ先生ですね。はい、はい、あともう一つ、25日の土曜日も、吉住先生という方の一日講座があるということで、両日とも、3回に分けて行われるんですね。あ、そうですね、はい、10時半から12時までと1時から2時半まで、3時から4時半までの3回に分けてということですね。はい、はい、これはあれですかね、大人が子どもにこうなかなかね字の指導、まあ、できてもこう書道の指導ってなかなかできないと思うんですけども、はい、この講座っていうのは親子で参加も OK なんでしょうか。どうでしょうね、普通はなんていうかね、子供さんだけですけどね。あ、だけなんですね。親子で両方習うっていう意味なんですか、それは。そうですね、それも可能なんですか。そう、ちょっとそれは予定してなかったもんですからね。そうなんですね。今一応希望があれば申し出てくれればいいと思いますけれど。わかりました、はい。じゃあ、お子さん対象ということで、じゃあ、はい、この講座の方はリビングカルチャーさんの方に空き具合があるか、いつの時間が空いてるか。空きがね、はい、今さ1日3回ですけどね、はい、土曜日も24日の金曜日と25日の日曜日両方ともね、はい、時間帯によっては空きがあるそうです、はい、そうですか。じゃあその詳しい内容はリビングカルチャーさんの方に相談していただけたらと思いますね。はい、はい、あと先生、書道についてね、一番先生が力を入れてることはどんなことですか。そうですね、やっぱ人それぞれ顔違うようにね、はい、上手下手は別にして、はい、その人なりの手書き文字のなんか味わいとか、はい、そういうのを大切にしたらいいかと思いますけれど。素敵ですね、はい、じゃあ自分の癖とかは極端にこう隠すのではなくて、それをうまくきれいに生かしていくっていうのが癖も一つの大事特徴だから、ね、あんまり気にしない方がいいじゃないですかね。わかりました、はい、はい、じゃあ、先生の講座お問い合わせの方とかね、体験なんかはリビングカルチャーの方にしていただけたらいいですよね。
はい、はい、わかりました。講座受講希望の方、お問い合わせお申し込みは静岡市葵区天満町 16-8 天満町通りリビングカルチャーセンターまでお願いいたします。電話 054-205-4111 205-4111 番までお問い合わせください。今日は先生どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。リビカル玉手箱、このコーナーはリビングカルチャーセンターの提供でお送りいたしました。